相沢三郎サブロ9月6日から1936年7月3日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍不評中佐。行動派将校として、正木神三郎をブロ教育総監鋼鉄に奮撃し、統制派の永田鉄山軍務局長を殺害した相沢事件の加害者として知られる。1889年9月6日、旧仙台藩市で裁判所初期。 交渉人となる、相沢氷之助と薪子の長男として、福島県西白川郡白川町で生まれる。旧正一の石中学校を経て、仙台陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を卒業する。陸軍主管学校に入り、1910年5月28日に卒業する。卒業期は第22期で、同期には、 第2航空軍司令官の鈴木立道中将や、第3軍司令官の村上慶作中将のほか、原田熊吉中将、寺、倉正蔵中将、北野健作り中将等各軍司令官や、企画院総裁となる鈴木定一中将がいた。同年12月26日、陸軍不評勝位に任官し、不評第4連帯付を命ぜられる。九百十三年十二月、 注意になる。1918年6月、台湾不評第1連隊付となる。1920年8月、大尉に進級し、同9月、陸軍と山学校教官に就任する。1925年5月、陸軍主管学校付に移動。1926年8月、不評第13連隊中隊長を命ぜられる。百二十七年七月、 小佐進級とともに、不評第一連隊付けとなる。この時の任務は、いわゆる、配属将校で、日本体育会体総学校に配属され、学校教練を担当した。1931年8月、不評第五連大隊大隊隊長となる。1932年8月から不評第17連隊付けとなる。1933年8月、陸軍中佐へ進級し、 不評第41連帯付けとなる。1935年7月15日に、正木神人三郎が教育総監を更迭された。これに不満を持った正木は、自身の更迭の経緯を文書にして、行動派青年商工に配布した。これを読んだ相沢は奮撃し、長田鉄山軍務局長が陰謀の主会であると考え、上京し、長田に面会を求め辞任を勧告したが、 逆に悟され満足して、福山へ戻った。この頃、愛沢は上気を一した振る舞いが目立ったため、定期移動において、同年8月1日、台湾不評第一連帯付けで、台北高等商業学校配属商工となった。同年8月12日に、仙田が屋の西田贅沢に一泊した後、陸軍省の山岡茂厚整備局長に、 移動の挨拶を行ったその足で、長田鉄山軍務局長を訪れ、斬撃と死突を加えて殺害した。相沢は、斬殺時に、左手で頭身を握ってしまったため、母子を除いた四つの指にて骨まで達するほどの切り傷を負っていた。そのため、軍務局長室を離れて、医務室を探していたところに、軍務局長斬殺の一報を聞いて駆けつけた工事町。 憲兵分隊特攻主任の小坂圭、助憲兵総長によって病院へ行く後日に身柄拘束される。途中、軍務局長室に軍帽を忘れたことに気づいた、藍沢は軍帽を取りに行こうとしたため小坂が病院へ行く、途中に開校者で買うようにしましょうと藍沢を納得させて、陸軍省から憲兵隊へ身柄を移した。藍沢の事件前後の言動から、彼が、 精神に異常であったと見る者がいる一方で、長田殺害後に山岡茂厚中将がハンカチで傷の手当てをして部下に命じて医務室に案内させたり、医務室への廊下の移動中にも誰一人逮捕しようとするものもなく、かえって根本博大佐から感激の握手を受けたり、山下智之大佐から注意の言葉を受けたりして、維新を成したと称賛を受けると思っていたからだ。 との主張もある。同23日、対名となり、同年10月11日、予備役編入となる。翌1936年5月7日、第一師団軍法会議において、死刑判決が下された。上訴するも、同年6月30日、棄却され、1936年7月3日、代々木英刑務所内で、銃殺刑に処された。年 死刑執行の模様が塚本刑務所長の意向に記されている。昭和12年7月3日午前4時48分、藍沢を失望させたのだが、ふささき24枚との廊下を、言い渡し書に控えていた私を見かけ、付き添いの監視長の指図もよそに、ニコニコ微笑を含んで丁寧に謝辞を述べ、そばの検察官に目令し、進んで執行を要求するような落ち着き払った。 態度であった。相沢は、目隠しはやらないでください。無人の汚れだからと拒絶する。規則だからといえば、私に限りその必要はありません。それでは、いてが困りますからといえば、いてが困る。それではやりましょうと従順に目隠しをなし、私は外に出るのだと思っていましたが、この中でやるのですかと言って、悠々経過につき、平然として、少量の水を飲み、執行を受けたのである。 塚本刑務所長、移行母書は仙台市新坂通2にある三鶴国寺である。なお、1946年11月3日の大社令により大社を受ける。弁護人を務めた菅原博士の著書には次のような表がある。東京大学教養学部教授を務めた竹山道夫は、あの頃は現状維持の平和主義者は保守派であり、新体制は進歩派だった。 しかし、相沢中佐は、やはり病気だったのだそうである。梅毒が神経を犯し始める初期には、あのようにカットなって、乱暴を働くことがあるのだそうである。内外の事情が錯綜し混乱している中に、いくつもの偶発事件が起こって、それが重なって、ついに大戦争という結果になった。しかし、何にしても国の命運が一梅毒患者の妄想を、きっかけとして覆ったのだから。 歴史とは計りがたいものであると述べている。後、竹山は、私が病名まで出したことは、いささか早まっており、これには十分の証拠がなかったことを認めなければなりませんので、これは撤回いたしますと述べている。ありがとうございます。